佐藤飛鳥のネクストトゥモロー。北海道北見市出身、私 HSP かもと思って一生懸命本を読んでいたけど、読み進めるにつれて私繊細さんじゃないわーってなった佐藤飛鳥でーす。ということでね、はい、ただ気にしいなだけということでそうなんだよね。全然なんか一個だけね本当に当てはまんなくて、なんかそれがあれなんですよ。まあなんかちょっとね、仕事中にこう気にしすぎて時間をかけすぎてしまうっていう、一つの作業に時間をかけすぎて、そんなことない、そんなことない、私ね雑な人間なんではい、だからね違うなと思って、ただね気にしいなだけだったなと思いました。はい、でもねそんな人でもねまあ楽しめる本なんですよ。それがね繊細さんの本っていうんですけどね、先週もうご紹介してるんで、もし気になる方は先週聞いてくださいということでね。さあ、88回目を迎えましたネクストトゥモロー、皆さんいかがお過ごしでしょうかね。えさあ、今週は金曜日土曜日と大阪&名古屋でね出張並みしようということで、今から楽しみなんですけどもね。はい、名古屋はなんと初めて、愛知県ですよ。未知な世界ですね。楽しみ。で、大阪は多分5回ぐらい行ったことあるのかなと思うんですけどね。なんかIVE に入る前、ソロでやらせていただいてた時に何度かお邪魔していて、まあ、北海道のお客さんとかってもちろんあったかいんですけど、なんかね、大阪の人はレスポンスがね、かなり早くて、面白いんですよね。だからちょっと MC とかをやると、まあ、ツッコミとかものすごくこう入れてきてくれて、ねえ、もう楽しい思い出しかないんですけど、なんとね、ちょっとね、忘れられない思い出が、まあ、これはちょっと苦い思い出っていうか、あーって思った、まあ、大阪でのエピソードっていうか、忘れられない思い出がありまして、まあ、大阪でね、まあ、初めて行った時にコンビニに入ったんですよ。たらもう関西弁でなんか接客にしてくる店員さんにびっくりしてですね、なんかそれがなんか印象的だったんですよ。でそれをなんか MC で しゃべりたいなって思って、実はですね、まあ例えにね、なんかまあ今日店員さんがねって大阪に来て、店員さんがすごい関西弁でびっくりしましたって言って、なんか例えてつい出しちゃったのが、なんかね、ほら、おにぎり温めますか的な感じでね、なまってたんですよ、みたいなことを言ったら、会場ポカーンってなったんですよね。で、こう、後でね、こう知った、後で知ったってか、結構北海道では常識ですけど、まあ、もう北海道人で今更なんですけどもね、おにぎり温めますかっていうのって北海道だけだっていうことを大阪で初めて知ったんですよ。ねえ、なんかね、おにぎり温めますかっていう番組もあるにもかかわらず、ねえ、 MC でダダ滑りをしてしまって、もうね、それがね、まあ、トラウマというか忘れられない話なんですよね。で、私それ知らなくて、なんで MC 中あんなんだったんだろうと思ったら、まあね、それをね、いや、なって言って教えてくれたね、大阪ではおにぎり温めますかって言わんのよって教えてくれた、もうね、演者さんね、一緒に出ていたお友達のあかねちゃんにはね、本当にね、感謝していて、あ、まあこういうことをはっきり言ってくれる、まあ、まあさ、その初めて、ね、実際あったからさ、そうやって言ってくれるのがね、もう本当にありがたくてね、大切にしようって、あかねちゃんを大切にしようってね思ったんですよ。まあね、皆さん不確かなことを MC で言ってはいけないなっていうのも同時に学びましたね。だから大阪をねに行くと毎回思い出すんですよ。まあね、ここで言ったからもうね、苦い思い出にならないといいなと思いますがね、え、本当楽しみです。大阪、名古屋ということでね、まあいろいろね、北海道やばいですけどね、まあね、ね、しっかりと、元気な体で戻ってきて、元気な体で行って、元気な体で戻ってきたいと思っております。さあ、今週も元気に行ってみましょう。まずはこちらのコーナーから。アルガ曲リクエストコーナー。こちらのコーナーは何も音楽知識のない佐藤飛鳥が、
自分の独断と偏見、そして勝手にアイブサウンドを紹介していくコーナーです。今週はなんとね、先日発売されたリナさんのセカンドアルバムから一曲お聴きください。リナさんで心目当て。ただいま聴いていただいている曲はリナさんで心目当てです。はい、こちらの曲、作詞がリナさん、作曲、編曲が、高瀬和也さんとなっております。先日発売されたリナさんのセカンドアルバムホースブライトからの一曲となっておりますね。皆さん聴いていただけましたか？ね、幅広いね、曲調で飽きないアルバムとなっていますね。本当に個人的にも、好きな曲ばかりですが、その中からこの曲をお届けしております。ね、そして、この曲を、1番だけね、こう徹底的に解説、してね、魅力を、2つに分けて紹介していきたいと思います。まず1つ目は甘い歌声ということで、単純、ね、理解しやすく、心目当てはですね、女の子の心情や、恋愛感を歌っている曲になっております。なのでなんか歌い方で言うとね、 A メロはね特にね可愛らしいんですよ、歌い方がね。で B メロはふわふわした、心、そしてサビはかっこよく歌われております。もうこれは聞けばわかります。ちょっと分けられているんですよ。で私が好きなポイントがありまして、ね、サビのところの歌詞ですね、まかんなって言って、私ちょっとね、あの声がねガラガラなんでちょっとあれなさ、たるらーでうーんで裏声使ってるところがもうね気持ちいいポイントなんですよね。えもうね、もう深夜の12時半では伝えきれない、このね、魅力。魅力、まあ、伝わってるかな？テンションでね、ちょっとテンション低めなんですけどね。ここのね、裏声がね、とってもいいんですよね。そして、早速次の二つ目の魅力。こちらはですね、女性的で魅力的な歌詞ということでね。はい、リナさんの歌詞はね、結構女性目線で書かれてる歌詞が多いんですよね。で、A メロは、情景ですね、はい、心の情景、そして、B メロは心情、そしてサビは本質という流れですかね。こちらはですね、 A メロ、生意気そうな顔と、特徴で不自然な遊ばない、
この一節だけでかなり情景が浮かんできますよね。即席の恋なら3分待って出直して、私はカップラーメンみたいで安い恋なんていらないのよっていうところがね、この主人公の、ねえ、まあ、どんな、こう、信念を持っているかが結構わかるんじゃないかなと思います。そして、ちょっとね、まあ、そういう声飽き飽きなのよっていうね。私はそういう声がしたいんじゃないのっていうね。もうちょっとしたプライドも感じられる、ね、歌詞になっております。そして B メロ、夢見る瞳を嘲笑わないで。一生に懸命でいじらしいということですね。こちらが心情になっております。恋に、夢見てる私を笑わないでよって。一生懸命で可愛いってね。いじらしいって可愛いってことなんですけどね。はい。ね、心情を歌っております。そしてサビですよ。単純に20ラップ本物が欲しい。君の心目当て、それが全てということね。ここでコール&レスポンスができるというね。はい。そしてコール&レスポンスがタイトルになってます。ねえ。これはね、ライブでね、かなり盛り上がるんじゃないかなと思いますね。はい。ねえ、いい歌詞です。そして、漢字が読めない。ちょっと待って。漢字が読めない。ちょっとね、生物学的には分かり合えないのっていう歌詞がね、個人的には、いい言葉ですよね。バカな私を救う、ロジックは神が隠したのねって、ロジックって理論ですよね。はぁ、勉強になります乙女的な、歌詞になっておりまして、はい、とても勉強になる歌詞になりますね。私もね、なんかこういう、なんかまあ、単純に見えて、ちょっとね、言葉を巧みに、でも歌詞的にはね、わかりやすい、ね、単純な歌詞っていうかね、単純ってその言葉の意味的にあれですけど、わかりやすくてね、心情を描いている、そんなリナさんの歌詞がすごくね、好きで魅力的だなと思います。もうね、どれもね、このアルバムの曲、どれもね、歌詞読ませていただいたんですけど、すごいね、いい歌詞ですよ。まっすぐな、女の子を結構描いてる作品がね、多くて、ね、いいんですよね。うん、で、私の歌詞もすごくまっすぐなんですけど、すっごいまっすぐなんですよ。でも、リナさんはちょっと言葉遊びを使っていて、ね、でも分かりやすくてとてもいい歌詞になっております。はい。ね、こちらフルコーラスなんですけどもね、それはダウンロードで販売しております。iTunes などなど、Spotify などでね、配信しておりますので、気になった方はアルバムをぜひ、買って、聴いていただけると嬉しいです。ということでね、はい、今週は以上、IVE 楽曲リクエストコーナーですね。またね、リナさんの曲紹介していけたらいいなと思います。結構ね、本当にアルバムね、いろんな曲紹介したいんですよ。Now Never とかね、めちゃくちゃね、ほんと印象的でね、もう初めて聞いたら忘れられないんですけどね、ぜひとも紹介していきたいと思います。それでは、リナさんのホースブライトから心目当てでした。アスカのテーマトーク、10年前を思い出して懐かしいと思うことということでね、はい、まさにそのまんまのテーマなんですけどもね、10年前って2010年ですね。2010年っていうのはバンクーバーね、オリンピックがあったりとかね、いろいろ、ニコニコ動画が流行ってた時代でもありますけどね、はい、なんか結構アニメに触れやすい時代だったのかなとも思いますけども、まあそんな中で、ね、はい、皆さんはどういうことを思い出して懐かしいと思うんでしょうかということで、たくさんのリプとメールをいただきました。その中から今週は2つ紹介していきたいと思います。まず、1通目、アストモネームプリント FU さんからいただきました。10年前の懐かしい思い出は、僕が初めて空よりも近い夢を
聞いた思い出です。当時お金の事情で大学に行くことができなくなった僕はフリーターをしていました。同級生は大学生活を楽しんでいるのに、自分は携帯代を払うのですらギリギリの生活を送っていました。そんな苦しい気持ちの中で偶然出会った曲が、空よりも近い夢でした。作詞、曲、歌声すべてに衝撃を受けて、なんとかお金を作ってアルバム、バージを買って何度も、聴きました。特に歌詞はまるで自分を励ましてくれてるみたいで本当に救われました。この曲を聴くと苦しくても頑張って生きようと前向きに、前を向けました。それ以来高須さんをはじめアイブファンになり、人並みに生活ができるようになった今でも、それより近い夢は僕の支えですが、あれがもう10年前なんだと考えると懐かしく思います。ということでね、確かに、本当にね、もう10年前ね、はい、本当に、先週ね紹介した曲なんです。アイブ楽曲リクエストコーナーの方で、それよりも近い夢ということでね、はい、本当に前向きな歌詞でいいですよね。まあ苦労してた時に聴いた曲ってすごくね印象的に残るんですよね。はい、私も歌アニソンに応援されて学生時代を生活してきたのでね、すごいそういうとこわかるんですけど、2010年はですね、どんなあのものに応援されてたかなと思うと、ビジュアルアーツさんのエンジェルビーツというアニメにハマっていました。まあどんなストーリーかと言いますと、主人公、の男の子がですね、記憶のない状態でこう目が覚めると、そこは学園、そして争いの最中にこう目覚めるんですよ。銃とかがねパパパンって撃ち合ってる状態で目覚めるんですよね。そこでは、規律を守る、生徒会長の少女、通称天使ちゃんとね、規律を破り学生生活を自由に過ごそうとする死んだ世界戦線という学生チームで、毎日争っているんですよね。ね、そこはですね、なんと、まあ、前世というか死ぬ前に、学生生活を謳歌できなかった人たちがやってくる死んだ世界の話なんですよね。そういうストーリーなのですが、そこで、今や紅白とかね、で、もうね、紅白決まりましたよ。2回目の紅白決まりました。リサさんとかがね、ボーカルを務めていた、ガールズ・デッド・モンスターというガールズバンドがね、出てくるんですよ。で、アニメの3話でね、アルケミーっていう曲をね、ジャン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 って、ファージャン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 ってギターで始まる曲があって、もうね、その歌詞がね、歩いて聞いた道、振り出るららって。あ、歩いてきた道振り返らないだ。ね、そういう嫌なことばかりでも、前へ進めって。触れるものを輝かしていく、そんな道を生きてきたか、あーだよってね、歌詞なんですけど、そのね、自分がね、その時進路とかでね、もう親とこう戦っている時で、私にはね、その歌詞がね、ぐさってきて、なんか私もなんか歌とかでさ、人をこう明るくさせたりとか、なんかそういうことしたいんだよみたいな、もうしたいなって思いながらね、ね、そこをねすごい考えながらこの歌をカラオケで歌っていたのをね、今でも思い出しますね。応援されてましたね、アニソンに。なんかだから、その、プリンタイフユーさんが言ってた、この空よりも近い夢で応援されたっていう気持ちがすごくわかります。他にもね、いろんな曲でね、応援されたんですよ。ね。でもその中で言うと、エンジェルビーツはね、私の、こう、学生生活をすごく応援してくれて、前向きにさせてくれた曲なんですよ。もうね、ネタバレするとすごいですからね、話が。もう12話かな、13話かな、で終わる話なんですけど、もうね、盛大で。なぜ主人公が記憶をなくして、ね、そこで目覚めたのかは、ちゃんと最終回まで、ま、ね、わかりますよ。そしてなんで天使ちゃんはですね、その、学生生活を謳歌する人たちを止めようとしてるのか、なんでそんな学園があるのか、そしてなぜこの子たちは戦っているのか、すべてわかりますからね。はい。とてもいい作品なので、ぜひともまだ見ていない方はね、見てください。ということで、アニメもおすすめしつつなんですけど、次の、
次のお便り行きましょう。アストムネーム、コントロールマウンテンさんからいただきました。2010年は、11歳だったかな。ちょうど兄に新アニメを勧められた頃で、鳥の歌もその頃から聴き始めました。とある魔術のインデックスを見てた頃だから、その頃からアイブにハマっていたのかな、ということでね。はーい。ねえ、ってことは今、21歳なのかな。ねえ、若い。ということでね。はい。新アニメを、ねえ、11歳か。私もね、実はね、新アニメをこう見始めたのはそのぐらい、11歳かな。ねえ、ネギマから始まり。ねえ、その頃からね、ずっとシャナに続きということでね、アイブにはね、すごく、アイムが、主題歌を担当していたアニメにはすごく触れてきてるんですけどね。はーい。懐かしいですね。やっぱりアニメとかにこう、最初に見たね、深夜とかのアニメとかってもう印象的ですよね。わかります。はい。2010年のアニメとかもいろいろ調べてみたんですけど、私も。ね、懐かしい。それこそエンジェルビーツ、先ほど喋ったね、それと、デュララとかね、流行りましたよね。2010年といえば、ニコニコ動画って皆さんご存知ですか？ね、アニメだったりとか、いろいろアニメを、作品を使った動画、自分で編集した動画とかをね、コメントが流れるんですよね。これいいぞとかね、みんなでこうコメントをして、コメントがね、画面にこうバーって流れるんですよね。それで面白さをこう共有できるというニコニコ動画なんですからね。本当に2010年っていうのは、ボーカロイドで言うとね、有名な千本桜とかが出た時期なんですかね。はい。で、今有名なね、米津玄師さんがね、ハチさんとしてね、曲を出していたのもその時期かなと思いますね。懐かしいです。私もニコニコ動画でね、いろんなアニメを見て、で、朝ね、5時にね、5時だったっけ、更新されるアニメ、出てね、軽音とかの2期をね、見ながら、それを見てから学校に行くっていう生活がありまして、で、それを見て、こう5時に朝起きることによってね、なんか、今日の一日がね、すごくテンションが上がるっていうね、生活をしてましたね。懐かしいですよ。で、その頃はね、本当にね、歌をこう歌ってみたっていうのがね、あってですね、自分で歌を歌って投稿するっていうのがすごく憧れていて、その頃ですよ、初めてこう歌を取り始めたのはね。で、なんかそうやって撮るにつれて、あ、これオーディションに送ってみようとか言って、アニソングランプリっていうオーディションとかでもね、受け始めたのも、10年ちょっと、それからね、始めるんですけど、すごいいいきっかけになった時期なんですよね。懐かしいな。ね、2人とも本当にメールありがとうございます。いろんな懐かしい話もありますけどもね。はい。懐かしい懐かしい言ってますけど、今もね、そんな深夜でアイブサウンドにも触れてきたわけですけど、今こうやってね、歌わせてもらってるのが本当にね、自分でね、何回も振り返るんですけどね、本当にね、北海道に生まれてよかったなって思いと、ここまで歌ってきてよかったなって思います。もうね、人生何があるかわからないんですよね。懐かしい。ねえ、皆さん、ちゃんとやり続けるときっと何かいいことあるのでね、今後も、今が懐かしいってね、いい思い出になれるように、頑張って生きていきましょうということでね。はい、以上、アスカのテーマトークのコーナーでした。佐藤アスカ、オンエア楽曲、今週は聴いてください。やっとね、これ目の前で歌いますよ。You may be in the sky。
早く会いたいということでね。はい。もうね、私ね、こう、大きい声で歌いたいんですけどね、こう、なんせね、今日ね、撮ってるの深夜なんですよ。いつも昼間に撮るんですけどね。はい。なので、ちょっと大きい声が出ないって、申し訳ないということでね。はい。ね、ここまで聞いてくれてありがとうございます。冒頭でもお話ししましたが、金曜日、21と、大阪、名古屋で、ライブということでね、出張波仕様があります。ナミさんはもちろんね、アイブ歌姫大先輩イクさんと一緒に出演させていただきますね。本当に楽しみで仕方ないです。なんとですね、もう言っていいかなと思うんですけどね、もう今頃歌ってるかなと思うんですけど、なんと新曲をね披露しておりますよ。はい、こちらね、もう楽しみくださいということでね。はい、そしてね、もう先ほども言いましたが、皆さんの前でね、有名ビンザスカイをね歌えるのが本当に嬉しいので、皆さん体にだけは気をつけてください。そしてね、今週の、GoTo シリーズはまあちょっといろいろね、札幌ステージ4になってきたのでお休みしております。まあ早くね、また GoTo 取れるようになるといいなと思っておりますのでね、よろしくお願いします。さあ、今週も明日につながるキーワードはジャンプということでね、はい、皆さん、ライブではね声出したりとかコール&レスポンスができなくなっておりますので、皆さん体を動かしてね楽しんでいきましょうね。そして、うがい手洗い感染予防、そしてちょっとねでも熱があったりとか具合悪い方は、ぜひとも、またねまたの機会ということでね、はい、無理しないでいきましょうね。それでは良い音楽とともに See you next tomorrow、 佐藤飛鳥でした。バイバイ。とりとめないあの日常が